僕の買い物履歴ですね。また続きを見ていきたいと思います。第2回になりますね。はい。そうですね。まあ、これやってるのですね。やっぱりね、買い物依存症の人って結構多いっていうのがね、やっぱり多いらしいんですよね。だから、そういう人たちに向けてですね、まあ、わかるわかるっていう感じで見ていただければ、いいかなと思ってね。今回、しかも、買い物依存症の僕の動画結構再生回数伸びてるっていうのもありまして、いや、それに興味ある人多いのかなということで、やらせてもらってます。多分、おそらく多いんでしょうね。買い物依存症の人、これ、じゃうざいねんな、たまに来るから、これ。はい。買い物依存症の人って結構多いと思うんですね。はい。僕の知り合いにもね、あと僕のファンの方にも結構いらっしゃるようですんで、興味ある方多いということで、やらせていただいてますんで、よろしくお願いします。前回の続きですね。このゴーカイジャーのところからですね。はい。ちなみにね、いつもこういう、最近これ音楽流したりしないのはですね、PC が重くなるからっていうのもね、ありまして。まあ、ただでさえね、重いんで、ネットがかなり遅いんで、このパソコン。はい。じゃこれは CD ですね。まあ、これ、まあ、声優関係の CD ですね。はい。これもそうですね。で、フロート。これ何の CD かちょっとわかんないな。はい。で、これはまあ、フレンチキスのラストシングルですね。レントロ落ちですね。はい。で、これは HKT48 の、シングルです。新品で買ってますね、これね。生写真付きで。はい。これ一番好きな曲なんですよね、個人的に。HKT のシングルだよね。はい。神曲です、これ。はい。で、これが、レミオロメンと、布袋寅泰さんのコラボ集と、これが、あれですね、矢沢永吉さんのベストアルバム、ベストじゃないか。アルバムですね。はい。で、これもなんかアニメ関係のね、声優関係の CD ですね。はい。これさっきも出たよな。出てないか。フロー。これ何やろ、何の CD かちょっとわかんないな。で、これが NMB48 の、シングルですね。新品で買ってます。で、これが乃木坂46のシングルで、レントロ落ちですね。はい。これが、渡辺麻友さんのシングルですね。はい。これも渡辺麻友さんのシングル。これはまあ、ポニーテールされてますよね。PV もポニーテールされてるんで、たまりませんね、これはね。はい。これは結城葵さんですね、声優の、シングルですね。で、これは、まあ、PS のゲームソフトですね。はい。かまいたちの夜2と、これはなんかあれですよね。いろんなロボットアニメのキャラが、ロボットがコラボしてるゲームですよね。で、ドラクエ5と戦国無双2ですね。で、これ AKB のプレイボーイのね、丸ごと AKB のやつですね。これ。一冊丸ごと AKB。はい。2014年の時にね。はい。で、これが、AKB のシングルですね。何やったっけ、タイトル。希望的リフレインやね。新品で買ってます。はい。4タイプ。で、これが、SKE48 のシングルです。12月のカンガルー。これも新品で買ってます。はい。ゲームセンター CX の DVD ボックス11ですね。はい。生き物がかりと TM レボリューションとスキマスイッチとサザンオールスターズのシングルですね。エグザイルとライブ、フラワーと、青いエイルさんと、これ誰やろうなぁ。ちょっとわかんないなぁ。わかんないですね。誰の CD か。あ、ここに出てるわ。上野優佳ね。上野優佳ですね。で、これは、光速走行ガイバーの29巻になります。これ、33巻で今止まってるんですよね。未完の状態で。はい。で、これがね、当時購入したタブレットなんですが、
これから僕の YouTuber の歴史が始まったと言っても過言ではないっていう。もう6年ぐらいいちゃうな。7年ぐらいこれ使ってたんですよ。これでずっと動画撮ってたんですよね。このタブレットで。はい。もう2015年から去年までかな。去年ぐらいまでこのタブレットで動画撮ってて。はい。だからかなりお世話になりましたね。だからこのタブレットはもう今ね、まだあるんですけど、もう動画撮れなくなっちゃったんですよね。もうカメラ機能が壊れちゃって。はい。だからもう今はデジカメになりましたけどね。はい。このタブレットでずっと、もう2014年か。これ2015年って書いてるんですけど、これ購入したのが、これドコモなんですけど、2014年にドコモの店員さんに勧められてね、スマホと購入するときにね、で、購入したんですけど、まあ、購入してよかったと思いますね。多分これがなかったら、YouTuber やってないかもしれませんからね。はい。だから、2014年から、一応動画撮ったりはしてたんですよね、実は。はい。2015年からかな。動画撮り始めたのは2015年からですね。の5月とかそれぐらいから撮り出して、それで、自分のプレイ動画をね、録音したり、録画したりなんかして、で、YouTube に投稿しようって思ったのが、2015年の5月ですね。で、実況プレイ初めてやったのが、ちょうど昨日ですよ。昨日で8周年です。僕、実況プレイ 8周年ですね。初めて実況プレイやって8周年になります。はい。だから、本格的にだから実況プレイやりだしたのが、ちょうど昨日の日付になりますね。11月15日から、2015年の11月15日に初めて実況プレイ撮ったんですよね。はい。だから実況プレイとしては8周年ですね。はい。で、YouTube の投稿を初めてやったのが5月だったんで、5月の。2015年の5月なんで。はい。その時はまだね、実況プレイやってなかったんですよね。無言プレイでゲームの動画撮ってたというね。はい。まあ、それがこのタブレットの全ての始まりだったということですね。これ、キーボードがついてるんですよね、実はね。使ってないですから、あんまり。はい。なんかちょっと話長くなりましたけど。ほんで、これ、外付けハードディスクですね。はい。で、これはバニラっていうバンドですね。のアルバム、ファーストアルバムですね。女性がボーカルで。あと、まあ、ユニコーンの、元じゃない、今でもユニコーンやってますけど、ユニコーンのメンバーが2人ぐらいいるんですよね、確か。うん。そういうバンドでしたね。はい。教職走行ガイバー30巻です。で、これはね、フィッツの、まあ、ガムですよね。ドラゴンボール回ですね、当時ね。2014年ぐらいだったんで。回のフィッツのガムです、これ。はい。2種類ありましたね。ハワイアン味、オラの元気玉味っていうのがありました。はい。で、これはまたアニメ系の CD。シーナリンゴのシングルです。で、これは、倉木麻衣さんと中川翔子さんの CD です。これはどっちもアルバムだったと思いますけど。はい。で、これがね、なんでこれ、中川翔子さんと倉木麻衣の CD は背表紙なんでしょうね。パッケージじゃないんですよね。よくわかんないな。はい。これがね、NMB48 のシングルですね。3枚とも新品で買ってます。はい。で、これは ASKE のシングルと氷室京介さん。これ何やろうな。これなんかわからんな。あ、これあれか。ん?殺し屋?何の CD かちょっとよくわかんないですね、これ。で、ナインっていうこれはアイドルグループですね。川島海香さん中心のグループです。あ、出てるやん、今。これシングルですよね。で、これが今言ってたあの、倉木麻衣さんと中川翔子さんのパッケージですね。アルバムですね。で、これが EXILE 小吉ですね。と、片平里奈さんのシングルです。はい。で、これが今までのやつ、買ったやつの、あれですね。あ、これ今紹介したやつとまた違うやつだけど、背表紙ですね。はい、これも。
背拍子のみ載せてます。で、これがですね、AKB のシングルなんですが、パチンコ屋でしか売ってないシングルですね。パチンコ屋限定シングルということで、これ、16シンパシー、シンパシーというシリーズなんですけど、それの全12枚、実際16枚も出てるんですけど、残り4枚レアなんで、まだ持ってなくてですね。はい。持ってるけど、ここにはまだ載ってないですね。これ一番手に入りやすい12枚なんですね。はい。一応全部 DVD 付きなんですよ。はい。カップリングなしで、表題曲のみのシングルですね。これあんまり世間的には知られてないと思います。AKB ファンしか知らない、パチンコ屋のみでしか売ってない限定版シングルなんで、出荷数も少なくてですね。しかも自主制作なんで、AKS の、事務所のね、自主制作なんで、レコード会社が、インディーズみたいなもんですね。だからそんなに有名ではないと思いますけど、一応シングルですね。はい。全部いい曲ですよ。はい。で、これがフェアリーズですね。フェアリーズのシングルですね。元じゃないな。沖縄アクターズスクールの、一応ね、安室奈美恵さんとか MAX とかね、スピードとかの後輩にあたるアイドルグループですね。まあ、あんまりでも売れてないイメージはありますけどね。まあ、下手って言ってる人も多いですし。うん。はい。で、これ、鈴宮春日の憂鬱の DVD ですね。はい。一応全部揃ってるんですけど。はい。まあ、何回か見たことあるんで。はい。俺はポニーテール萌えなんだっていうのが名台詞ですよね。このアニメのね。はい。これですか、真央さんやったっけ、真央さんと、大原桜子さんとかね。これ誰やろな、ちょっとわかんないな。まあいいか。はい。で、これは NMB48 の、SKE48 のシングルですね。これ、新品で買ってますね、当時ね。はい。で、これグレイですね。で、アシッドブラックチェリー。これ何やったっけ？レディーゴーっていうアイドルグループですね。はい。まあ、いろいろ、リファさんとかいろいろね。はい。これ何の CD なの？あ、これ福山雅治さんじゃなかったかな？だったような気がしますけど。で、これは浜崎あゆみさんのシングルですね。セクシーな、あれですね。あんまりもう売れなかったんですよね。この辺になってくると浜崎あゆみさんも売れなくなっちゃって。はい。で、これ今まで見せた CD の背表紙ですね。はい。で、これがドラゴンクエスト勇者アベル伝説の DVD ですね。一応全部揃ってますね。レンタル落ちですけど。はい。はい。E ガールズ。踊るポンポコリンですね。E ガールズのシングルですね。で、これはまあ、CD の背表紙。ミスチルですね、これね。はい。あ、これ、えらい画質悪いな、これ。やっぱ福山さんでしたね。はい。これ、浜崎あゆみのさっきのね、はい、シングルですね。で、これ、ザードのベストアルバムですね。うちの母親がザードの大ファンなので、はい。まあ、母親のために買ってあげたってな感じもありますけどね。はい。うちの母親ね、女性ボーカルで一番好きなのがザードなんですよね。はい。坂井泉さんの声が好きで、CD もよく聴いてますけど、はい。で、これはユニコーンのアルバムとエコーズっていうね、バンドのベストアルバムです。で、これは、声優じゃないな、女性の、なんていうのかな、アニメのシンガーソングライターですね。で、この、京子っていうね、まあ、アニメソングのあれですよね。はい。まあ、この辺も、大体もうアニメ系ですよね。うん。黒崎真音さんとか、亡くなられましたけどね、今年ね。はい。これはあれ違いますよね。私立
何やったっけ、恵比寿中学のメンバーのソロですね。玉木奈美さんとか、はい。これまあなんか声優かなんかアニメシンガーソングライターなのかな、ちょっと声優なのかちょっとどっちかわからないですけどね。で、これはその今までの見せた CD ですよね。で、これはチャゲアスのベストアルバムのこれカセットテープですね。カセットテープ版108円です。安かったんで買ったんですけど。カセットテープ版です。CD 持ってないんですよね。これのね。一応スーパーベストボックスっていうのがあるんですけど、それに一応収録されてるんですけど、この曲目は。でも一応カセットテープ108円は安いなと思って、当時買いましたね。はい。で、これさっきもあったな、この写真な。はい。で、AKB 新聞。はい。で、シド。これシドですね、この2枚のシングルで。これもシングル。これナイトメアのね、シングルですね。全部ビジュアル系です。で、これがユニコーンのビデオテープ、VHS ですね。で、これが、さっき言ったチャゲアスのカセットテープですね。で、ここになんか、ドラゴンクエストモンスターズと、星のカービィがありますね。星のカービィ、これ2かな？ゲームボーイのね。はい。で、これが柳凪と、これ3枚とも柳凪のシングルです。はい。アニメ系ですよね。で、フェアリーズ、ラッドウィンプスと、ファンキーモンキーベイビーズですね。で、これまあ、これ全部アルバムですね。これビジュアル系です、全部ね。全部ビジュアル系です。これ3枚ともシングルですね。これ、チャゲアスのテープ、ここにも置いてありますね。で、これ、ストリートファイター4と、モンスターハンター G ですね。で、これは、ユニコーンのビデオテープとか、山崎まさよしさん。これ全部シングルですよね。トリプル A とかカラーとか、スーパーフライとかね。はい。三代目ジェイソーブラザーズ。はい。で、ドラゴンクエスト、モンスターズ。はい。と、これは AKB の、さっきのパチンコ屋で売ってるシングルっていうシングルですね。これね。はい。AKB のね。フリップサイド。アニメ系ですね。で、これ特急じゃあね、特撮の、はい、シングルです。結構ね、スーパー戦隊の歌すごい好きでですね、作品はあんまり見てなくても、歌が聴きたくてね、買ったりはしてますね。はい。で、これ、アランっていうね、シンガーソングライターの、これはシングルですね。すごい綺麗な人ですよね。結構好みですよ、見た目的には。で、これもあれですね。AKB のパチンコ屋でしか売ってないシングルです。これ結構レアな方だったと思いますけど、まあでも200円で売ってたんで、レアってこともないけど、まあ割と、まあ入手困難な方なんですよね。で、これが、AKB のシングルですけど、これ新品で買ってますね。もうこれも思いっきり未開封なんですね。はい。で、これもそうです。同じく新品で買ったやつで。未開封の状態の。まあ、大体これ写真撮るときは未開封の状態でね、写真撮りますからね。新品で買ったシングルです。これ、ゆきりんがセンターでしたね、この曲は。はい。ゆきりんがセンターなんです、実は。ゆきりんとこじはるがセンター、この二人がのシングルですね。で、これはパチンコ屋でしか売ってないシングル、AKB のシングルで、これスキマスイッチと、これ前田敦子さん。ソロで。で、これ、チームドラゴン、フロム AKB っていう、ドラゴンボール回のエンディングテーマですね、これ。心の羽っていうね。この7人で歌ってる。しかももう、超有名な7人ですよね。神セブンではないけど、はい。もう神セブンに近いと言ってもいいようなメンバーですね。篠田麻里子さんがいないぐらいで。はい。サンデーバーダスマガジン、終結頂上大決戦の PSP のやつですね。これ対戦格闘ゲームなんですけど。まあ、一応クソゲーと言われてるみたいなんですけど。僕はそんな悪くないとは思いますけどね。はい。
で、これはさっきも出てきたけど、カービィ2とあれがドラゴンクエストモンスターズですね。これ2種類あるんですよね、ドラゴンクエストモンスターズって。さっき映ってたのはまた別のやつですよね。これとまた違うんですもんね。はい。別バージョンの方です。だから一応2種類持ってはいるんですよね。ロングエストモンスターズね。はい。で、これは、乃木坂46のシングルです。これ確か友達からいただいたんだったと思います。はい。プレゼントしてもらいました。で、これが、クラリスのシングルです。クラリスっていうね、二人組のアイドルグループがあるんですけど、まあ、アイドルデュオですね。で、これが渡辺美由紀さんの、ソロシングルなんですが、まあもう思いっきり、ツタヤで買ったっていうね、感じです。思いっきりそれのがわかるようになってますね。新品で買いました。はい。松田聖子みたいな感じのね。はい。これはね、ニャー KB、ツチノコパンダっていうね、これ AKB のメンバー7人と、ニャー、この何と、ツチノコパンダが、一緒に歌ってるあれ、アイドルはウーニャンニャンの剣っていうね、はい、あれですね、妖怪ウォッチか、妖怪ウォッチのこれ、主題歌ですよね。で、これは、イレイリレオ、イレイリレオですね。で、これが、キャリーパミューパミューの問題があるっていうね。これ、思いっきりこれ、ブルマ吐いてるんですよね。キャリーパミュパミュはね、ちょっと燃えましたね。はい。って言ったらブルマ出てきました。これはもう AV ですね、思いっきり。はい。AV。この辺ぐらいからもう AV も載せるようになっちゃったんで、だからちょっとね、危険なんで、AV が出てきたらちょっとさすがにやばいんで、あんまりエロいやつ出てきたらやばい。さすがにこれ動画にするのやばいんでね。しかも動画編集今できない状況なんでね、カットすることもできないんで、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないんですよね。で、これ AKB 新聞ですね。で、これがドラゴンボールのまあ主題歌的な CD4 枚集めたっていう感じですね。これない、これの裏表紙がこれなんですよね。裏ジャケットがね。はい。で、これ EXILE と三代目 JSOULBROTHERS、世界の終わりですね。で、これは、セブンオープス。はい。なんかよくわからん CD も買ってますね。まあ安かったから、つうのにね。あ、小倉優衣さん、かわいいですね。堀江優衣さんですね。はい。僕、個人的にね、声優で一番好きなのが堀江優衣さんなんですよ。めちゃめちゃ好みなんで。で、これ、乃木坂46のシングルですけど、これも友達からいただきました。はい。プレゼントされました。その友達ね、握手会によく行くんですよね。だから、握手券だけ抜いて、CD だけいただいたっていう感じです。はい、AKB 新聞。はい。ユーアですね。ユーアと、今井あさみさんか、まみさんか、わかんないですけど、滝田綾菜さん、声優ですね。はい。で、これ、陰陽座というね、女性ボーカルのビジュアル系バンドみたいな感じのあれです。で、これビーズですね。ワットインプス。で、ミワ。ドラえもんの曲ですよね。映画かなんかの。あ、クリームですね。まあ、これぐらいならいいんですけどね、ビキニとかになってくるとさすがにやばいんで。はい。で、AKB のこれね、この辺から日付変わるんじゃないですかね。あ、もう変わってるか。8月になってるね。うん、あ、もう変わってますね、日付はね。これが、僕は初めて Amazon じゃないな、これ AKB の、あれですね、サイト、販売サイトで買った DVD ボックスですね。2015年のリクエストアワーの。初めて通販でこれ AKB の DVD 買ったのが、これが最初なんですよね。で、これが TSUTAYA で買った HKT48 のシングルですね。新品で買いました。はい。12秒。で、これが強速走行ガイバーの31巻です。で、これはあれですね。
橋本環奈さんのアイドルグループですね。これセンターはもちろん橋本環奈さんですけど、皆さん意外と知らない人多いと思うんですけど、橋本環奈さんってアイドルグループ出身なんですね。はい。レブ、何やったかな、アイドルグループの名前。なんか分かりにくい、すごい難しい名前ですよね。レフフロム、なんとか、なんとかって言うんですよね。フロム何やったっけ、もうちょっと忘れたな。はい。一応こう、あんまり売れなかったんですけど、アイドルグループ出身ですね。で、葛西智美さん、AKB の、元 AKB のね。で、キュートでしょ。で、上坂すみれさんですね、声優の。はい。全部これシングルです。背拍子出てこないんかな、これの。名前がちょっとね、わかんないかな、このグループの名前が。はい。で、これ AKB 新聞ですね。で、これジェローでしょ。これは水木奈々さん、TM レボリューション。で、グッドモーニングアメリカ。ドラゴンボール界のあれですね。のシングルです、それぞれ。はい。で、マイユーのシングルですね。レンタル落ちですけど。で、これは、外付けハードディスクですね。で、これ AKB の総選挙の本ですね。はい。で、これも AKB のシングル、僕たちは戦わない。新品で買ってますね。はい。で、これは T カードです。AKB のやつを選びました。はい。今でも使ってます、この T カードは。で、これ、グレイのシングルと、これは、華原朋美さんのシングルですね。これ、確かね、久しぶりに小室哲哉さんプロデュースだったと思います。そんなに売れなかったとは思いますけどね。で、これが、千原みのりさん声優の、で、サイレントサイレンのね、女性のバンドのシングルですね、3枚ね。で、ゴールデンボンバーと、長渕剛さんと、はい、これ、メインですね。メインっていうね。はい。女性の、アニメシンガーソングライターですね。で、これ何やったかな、これ何やったかな、これリファじゃなかったっけ、違った、ちょっとわからないけど。うん。これ電波組ですね。で、ベイビーレイズっていうアイドルグループですね。でこれ何やろな、これちょっとわかんないですね。で、イエイリレオさんですね。はい。これちょっとわかんないな。何やろ、スマップでなかったっけ、違うかな、まあ、違うかもしれない。はい。あ、これ見たらわかるか。ジュジュか、今のラストシーンって。ちょっとわかんないな。いや。うん。スキマスイッチなのかな、さっきのは。バンプスもあるね。はい。まあまあ、そんな感じでね。DOP っていうのも、これもアイドルグループなんで。あ、これがバンプスか。これジュジュですね。じゃあさっきのスキマスイッチかもしれないな。これも花雪っていうね。で、これが DAP ですよね。はい。あ、これもなんかいろいろね、カラフィナとか。この時ほんと CD 買いまくってましたね。いろいろと安かったら。はい。まあ、これゴールデンボンバープロデュースのね。芸人が歌ってるあれですね。はい。これ AKB 新聞じゃなくて、AKB 総選挙の本ですね。はい。これ、乃木坂46のシングル。初期のシングルですね、3枚とも。1枚目、2枚目、3枚目ですね。はい。で、これ、B'z のシングルです。で、これがね、ドラゴンボール Z の復活の F の、あれですね。映画の件です。はい。僕は障害者なんで1000円で見れるんですよ。はい。2回見に行きました、これ。復活の F はね。はい。あ、違うな。2回見に行ったのがブロリーか。はい。これは1回しか見てないですね。で、これが渡辺真由さんのシングルですね。はい。で、これ AKB 新聞。で、これクリームです。まあ、クリームもこれぐらいだったらいいんですよ。まあ、そんなエロくないから。うん。で、これはNMB48 のシングルですね。新品で買ってますね。これも3枚とも。はい。で、これは SKE48 のシングルですね。これも全部新品で買ってます。はい。
で、これが、相内里奈さんのこれ、アルバムですね。で、氣志團のこれ、アルバム。で、これ、家入レオさんのアルバムですね。ライブバージョン。で、鶴の歌っていうね、鶴の武さんのとカバー集みたいな感じですね。全部アルバムですね。キャリーパミューパミュー。何やったかな、これ。ちょっとわからないな、これ。で、これ、キンキキッズですね。これ、うん、どっちもキンキキッズですね。こっちがシングルで、こっちアルバムですね。はい、ダブルでしょ。ダブルというアーティストがいるんですよね。で、これ、吉川晃司さんですね。で、これ、米米クラブじゃなかったかな。で、これ、アミーゴっていうミスチルと、何やったっけな、ミスチルの桜井さんと、あれです、イーステンのプラスユリの、ラップの人の名前忘れたけど、あの人の2人のコラボのね、スカスカジーっていう、ユニットですね、これね。はい。で、これは AKB のこれ2枚が劇場公演アルバムですね。はい。3枚ともそうか。3枚とも劇場公演アルバムですね。自主制作なんで、まあ、インディーズみたいなもんですね。アルバムですけど。はい。で、これが、まあ、今まで見せた CD の背表紙です。はい。ミラ・ミツキ。ああ、なんかいたな。そんなアーティストな。氣志團のこれ、ベストアルバムですね。で、AKB 新聞。で、これは AKB のシングルですね。これ新品で買いました。ハロウィンナイトですね。ちょうど、今の時期というか。で、安室奈美恵さんと、これは、何やったっけ？名前忘れたなぁ。ちょっとこの人の名前忘れましたけどね。オレンジレンジ。おぉ、これ2枚ともベストアルバムですよね。名前ちょっと忘れた。何やったかな、名前。忘れたな。で、これは、嘉門達夫さんの、アルバムですね。嘉門達夫さん結構僕ファンなんでね。あ、加藤ミリアや。加藤ミリアですね。さっきのやつね。こうやって背表紙出てくると分かりやすくていいんですよね。だけど、橋本環奈さんの CD は背表紙出てこなかったな。まあいいや。で、これ、EXILE のベストと、ステファニーいるかな？これ、ステファニーっていうね、女性ソロシンガーの。で、これ、I Wish You のアルバムで。で、これが、何やったっけな、小松、何やったっけ、美穂か。小松美穂ですね。のアルバムですね。この人も結構可愛らしい人でしたよね。歌も上手いし。ウィング系ですけど。で、これはモーニング娘。ですね。この2枚モーニング娘。あ、3枚か。3枚モーニング娘。で、これフレンチキス。これが、何やったっけ？あれですね。春菜ルナさん。ポニーテールされてますね、これね。いつもこの人ツインテールしてるイメージあるんですけどね。珍しくポニーテールされてます。で、これ、結城葵さんともう一人、これ、2人組のね、プチミレディっていうね、ユニットです。声優のユニットです。青いエイル。これ、リサさんですね。鬼滅の刃で有名な。で、アフィリアサーガっていうアイドルグループですね。で、スフィア。これ、声優のユニットです。ユニットかアイドルグループですね。フィリップサイド。これもアニメ系ですよね。これ何やったかな？これわからないな。あ、ポルノグラフィティやな。ポルノグラフィティですね。で、これもなんか声優系です。ザックとか。アニメ系多いですね、この辺は。アニメ系の CD 多いですね。もう安いからっつって買ってんのが多いんで。これ初音ミクですね、全部。4枚とも。アルバムだったような気がしますけどね。これも初音ミク。これは何かちょっとわかんないけどな。これ、凛としてしぐれやったっけ？凛としてしぐれっていうバンドの CD かもしれない。だったような気がします。息の物語、息物語と木村カエラ2枚。
ビビットっていう、これ、あ、ちゃうわ、これメインですね。メインです。はい、で、これは、何やったっけ、恐竜じゃの CD ですね。で、クマムシのあったかいんだからって、ちょっと流行りましたね。はい。あ、これ AV ですね。まあ、これぐらいのならまだエロくないからいいんですけどね。うん、板野友紀さんっていう、これ、まあ、あれですね。AV に出てきたら、ちょっとこの辺ぐらいからは、ちょっと、怖いので、エロいの出てきたら怖いので、一旦ちょっとね、なんつうのかな、この状態で見ながらやっていきたいと思います。ちょっとさすがにね、アップで映すとまずいんで、AV のエロいやつがもし出てきたときね。だから、でもこれな、めんどくさいけどな、またさっきのとこまで戻さないかんから。AV のやつはね、まあ削除してもいいんやけど、そんなに進んでないな。ああ、これもそう、AV なんですよ。うん。だから、こういうのはもう、まあまあ、これぐらいならまだいいんでしょうけど、こうやって、一旦こうやってやって見せた方がいいですね。はい。これは、あれですね、T ボランとゴールデンボンバーのコラボですね。森友嵐さんと、桐生祥さんです。の二人の、森鬼っていうね、ユニットです。で、これはメインです。メインさ、メインで。これ、青いエイルで。これも青いエイルですね。これ、当時のスマホですね。音楽聴いてますね。こうやって一回戻しながらやるしかないな。はい。で、これもなんかアニメ関係、これ、アクラリスとかね。水木奈々さんとかね。はい。こうやって戻しながらやるしかないと思います。しばらくでも出ないか、AV は。あ、しばらく出ないな。CD ばっかりやな。まあ、これもそんなエロくないし。様子見ながらやるしかないですね。はい。あ、そんな出ないか。これも AV なんですけど、そんなエロくないし。これはちょっとまずい気がするけど。どうかな、微妙やな。一番、あ、でも大丈夫ですね。そんなに、そこまでエロくないから。AV って言っても。やばいやつは、まあ、これもまだまあまだ大丈夫やな。これももろパンチラやねんけど。この辺ちょっとやばいよな。この辺ぐらいまでは、じゃあこのグミのところまでは普通に行きますか。グミの以降になるとまたこれ戻してやった方がいいな。はい。ちょっとその辺は考えながらやらないと、動画消される可能性、あんまりエロすぎたらなるから。はい。じゃあこっから行きましょう。はい。グミのところまで、この状態で行きましょう。これ、トラストリックっつって、神田沙也加さんの、あれですね。ユニットですね。二人組、男女、二人組の。もうアニメ系ですよね、三枚とも。はい。そうですね。千原みのりさんですからね、これ。これユニコーンですね。これ、木村カエラ。で、ガールズネクストドア。これなんかよくわからんな、これ。何のやつか。西野カナさん。で、東京パフォーマンスドールのこれ、新生ですね。平成の東京パフォーマンスドールと。夢見るアドレセンスっていうこれ、アイドルグループですね。全部シングルです。今、西野カナさんはあれですもんね。休んでますよね。休んでるというかね、活動休止中ですよね。で、春菜ルナさん。いつもツインテールなんですよね。で、上坂すみれさん。これ
これ何やったっけ？わからんな。これはあれですね、ドリームですね。アイドルグループ、あのエグザイル系です。エグザイル、違う、イーガールズですね。でこれもなんか声優さんですよね。この名前何やったかな、忘れたけど。はい。これも声優ですよね。これ背拍子。あ、凛としてしぐれあるね、やっぱり。はい。まあ、これでも、アニメ系が多いんですよね。大森彩子さんとかもあるけど。うん。高橋翔子さん。翔子さんやったっけ？翔子さんでいいんやったっけ？これあの、エヴァンゲリオンを歌った人ですよね。はい。で、これがドラゴンズ ドグマの PS3。で、これ、笠井智美さんでしょ。これ、ウルトラマンのゲームボーイ。マウスと、これスマホの、あれですよね。カバーというか。はい。はい、クリームですね。まあ、これぐらいならまだいいんですよ。スクール水着はまだいいですよね。ビキニが一番やばいんですよね。はい。はい。で、これも、総選挙の、AKB 総選挙の DVD ボックスですね。これ当時新品で買ってますね。これもあれですね。AKB のサイトから、販売サイトから買ったやつですね。これね、このコップに思い出がありまして、このミッキーマウスのコップね。あの、今のね、ドラッグストアの職場で、初期の頃ですけど、好きな女の子がいたんですよね、僕は。19歳当時、その女の子はね。はい。まあ、もちろん旦那さんじゃないな、彼がいて、彼氏が当時いたんですけどね。はい。すごい好きだったんですよ。で、その子が辞めちゃって、退職した後にこのコップもらったんですよ。その女の子はこれ。使ってたコップなんですよ。それもらったっていう。だからもろに口移ししてることになりますよね。はい。で、しかもその女の子と僕仲良かったんで、まあ、ある主婦の人が、白本さん、このコップ持って帰りなよって言ってくれて、僕持って帰ったんですけど、で、後でその女の子に、あのコップは白本さんにあげたからって言ったらしくて、じゃあ、いいよ、別にっていう感じだったらしいですけどね。はい。もろに口を寿司してることになりますよね。でも今このコップね、残念ながら割れちゃって、うちの母親がね、割っちゃって、もう今ないんですけど。はい。まあちょっとした思い出があります。はい。好きな、しかもめちゃ美人の女の子だったんで、当時一緒に働いたそのね、19歳の女の子ね。はい。しかも僕告白しましたからね。彼がいるのに告白したんですよ、一応好きっていうことだけ伝えたんですよ。じゃあ喜んでくれましたけどね。仲良かったんで。はい。そういう思い出があります。もう9年ぐらい前ですね。はい。9年ぐらい前になります。はい。で、これが、まあさっき見せた、これと同じし、あれです、DVD ですね。はい。はい、これはそれを全部開いたらこんな感じで。9枚組です。かなり豪華ですね。名前写真もついてて。まあ、新品で買ってますからね。はい。で、これもなんかあれですね。もうちょっと、何の CD なんか、いまいちわからないって感じ。これはなんかアイドルグループっぽいですけど。これもドリームですね。イーガールズ系の。はい、これ、声優ですよね。井口優香さんで。これガン、なんかあれじゃないのこれ。マクロス7かなんかの。そうですね。マクロス7ですね。で、ザック。これもアニメ系ですね。で、加藤ミリアでしょ。これ2枚とも加藤ミリアですね。加藤ミリアも一時期聞いてたんですよね。今聞かなくなりましたけどね。で、安室奈美恵さんのこれ2枚組のライブアルバムですね。で、これは浜崎あゆみさんのアルバムで。で、これゴールデンボンバーのアルバムですね。これ何やったっけ、アイリ、高崎アイリ。あー、なんかいたな。名前は聞いたことある。アニメ系ですよね、これも確か。52円。あ、違うか。これ、あれか、時間ですね、これ。これ、レンタル落ちですね。で、これ、少年神風っていう、バンドですね。バンドの、まあ、オレンジレンジみたいな感じなんですよね。女性ボーカルのオレンジレンジみたいな感じです。これ、イーガールズでしょ。日笠陽子さん。これもアニメ系ですよね。これは凛としてしぐれじゃなかったっけ？違ったかな？
なんか分かりにくいな。セブロス見せてくれなくなりましたからね。で、これ、なんかありましたね。この、狼の格好したバンドのあれですよ。One is a mission。ね。これ何やったっけな。これもそうか。これもそうですね。One is a mission ですね。はい、で、これはね、浦木亮さんっていうね、長野県のシンガーソングライターなんですけど、女性の。はい。一応、応援しててですね。で、見に行ったんですよ。近所で。インストアライブがあったんで。で、これサインしてもらって。はい。で、CD も買いました。で、ポスターもらったっていう感じです。はい。まあ、いい思い出ですね。本人と握手もしましたしね。はい。可愛らしいですよね、なかなかね。うん。歌もうまかったですし。いや、あれも結局これ1枚しか出してないと思いますけどね。2015年ですけど。はい、これがそれで、拡大したらこんな感じで。かわいいですけどね、すごく。で、これ、はい。まあ、CD でもね、サインしてくれて。はい、で、これが、そのインスタライブで歌ってた曲目なんですよね。はい。これね、苦痛って書いてるんだけど、苦痛じゃなくて、靴だったんです。靴の歌だった。苦痛じゃなかったんです。靴だったんです。はい。まあまあ、それだけのことですけどね。苦痛っていう歌を歌うなんてすごい独特だなと思ってましたけど、苦痛じゃなかったんです。靴だったというね。はい。オチです。はい。これ、平井堅さんですね。何やったっけ。グランロデオ。これもなんかビジュアル系みたいな感じでしたよね。市原みのりさん声優ですよね。これ何やったかな、わかんないな。はい。AKB 新聞。はい。で、これはまあ、さっき言ってた、パチンコ屋でしか売ってない AKB のシングルですね。はい。これ結構レアなやつだったと思いますけどね。あ、違うか。レアじゃないな。4番と1番と4番はそんなレアじゃないですね。13番以降がレアなんです。で、これもそうですね。あ、違う。これあれか。第2弾のやつや。パチンコ屋で売ってるし、でしか売ってない CD、シングルの第2弾のやつです。第2弾、さっきは第1弾で、これ第2弾です。これも第2弾なんで。はい。第2弾の、まあ、1番から12番まではまだレア、そんなレアじゃないんですけど、はい。第1弾と第2弾、両方とも13番以降がレアなんですよね。7番、9番。同じくね。第2弾のパチンコ屋シングルです。これもそうです。11ですね。はい。で、これが、レンタルなんですよ。これ買ったやつじゃなくて。レンタル、ツタヤ限定のレンタルの AKB のライブの CD なんですけど、これレンタルしかないというか、存在しないというか、売ってないんですよ。まあまあ、売ってるか。売ってるけど、まあ、レンタルはされてないんですよね。売ってたやつはインディーズ版で あるんですけど、まあ、それも前言ったら復刻版みたいな感じなんですけど、まあ、レンタルで一応復刻したっていう、販売せずにね。はい。全部借りましたからね、これ、僕。全部借りて、PC に全部取り込んで、SD カードにも入れてっていう。全種類買いました。これもそうです。これも、ツタヤ限定のレンタルのアルバム。ライブのアルバムです。はい。これでしか聴けないませんから。これもそうですね。はい。全種類借りました。はい。で、これがね、元 AKB の、あれですね。メンバーなんですけど、AV ですね、これ。つまり。はい。これ僕はすごく欲しかったやつなんで。変えて何度もしましたけど、はい、まあ、すごく好みなんですよ、うん、名前ちょっと忘れましたね。 AKB の時 のも名前ちょっと忘れちゃいましたけど、これ AV の名前なんで、はい、すごい可愛いですよね。もうめっちゃ好みですよ、うん、はい、まあ、AKB の時より可愛くなってますからね、この時の方が、はい、で、これが復活の F の映画のね、DVD ですね。
もう新品で買いましたね。はい。で、山崎まさよしさんのカバーアルバム。これ、リファーのアルバム。これ、メイジェイさんのアルバムですね。カバーアルバムですね。これで、槇原敬之さんのベストですね。はい。ミヒマル GT の、これ、アルバムですね。2枚。こっちはベストアルバムで。これ、メイズのベストですね。この当時ね、ちょうど同じ時期に、メイズとかね、メイジェイとかね、メインとかね、めっちゃ名前似てる、なんかシンガーソングライターが3人もいたんですよ。はい。メイジェイとメイズはちょっとこう、なんていうかな、R&B というか、R&B 系っていう感じですけど、メインはあれですけどね、アニメシンガーソングライターなんで、でも3人とも同時期に出てきて、なんか名前がややこしいなって当時思いましたけどね、似たような名前で。はい。これ、マックス。はい。これ、ベストみたいなもんですね。で、これ誰やったっけ？あ、あれか。持田香織さんですね。ELT の、エブリリトルシングの、ボーカルの持田香織さんの、これ、ソロのアルバムですよね。はい。AKB 新聞。で、これ、乃木坂46、丸ごと一冊、乃木坂46ね、プレイボーイですね。で、これはこのご当地アイドルの特集した本ですね。い。いろんな、こう、あれですよ。ローカルアイドルを紹介した本っていう感じです。で、これがね、NMB48 のシングルですね。新品で買ってます。しかもこれ、この3枚すごいんですよ。DVD 付きで、長時間のライブ映像が付いているというおまけ版なんです。スペシャル版。はい。だから買ったんですよね。これの通常版ももちろん3枚買いましたけど、これはまあちょっとしたスペシャル版って感じですね。だから全部で6種類あるんですよね、このシングルは。全部買いました。はい。全部新品で買ってますからね。これでもね、しかもそんなね、スペシャル版の長時間ライブついてるのにシングルの値段ですからね。1600円ぐらいで。安いです。で、これ、シド。で、これ、リサですね。鬼滅の刃で有名なね。リサのシングルです。これ、エグザイル小吉。これ何やったっけな。これちょっとわかんないな。これもちょっとよくわかんないな。ムームーンか。ムームーンって言いましたね。ムームーンっていう、エイベックス系のアイドル、アイドルじゃないわ。グループで。で、これ AV ですね。まあ、これでもそんなにエロくないからまだいいんですよ。で、これめちゃエロく見えるけど、これ一応 HKT48 の児玉遥なんで、はい。まあ、一応ビキニだからあれですけど、エロいですけどね。で、これがさっき言ってた NMB48 のこれ通常版のシングルです。はい。さっきのライブ映像がついてる特別版ですけど、スペシャル版。で、これが TSUTAYA 限定のあれです。AKB のライブアルバム。レンタルですね。これがレンタルの袋がありますね。恐竜じゃ。これ何やったかな？なんか忘れたんだ、これも。これもなんかよくわからんね。何やったかな？ I'm a hero。I am a hero。よくわかんないな。クラリスでしょ？これもなんかよくわかんないな。これもよくわかんないな。もうこれ背拍子も最近見せないようになってるから、何の CD かよくわかんないですけど、これはアニメ系ですよね、なんかね。で、これは乃木坂46のシングルですね。これも友達にもらったような気がするけどな、確か。友達が送ってくれたんですよね。で、これが AKB の一応ベストアルバムですね。2015年当時の発売された、2枚組のベストアルバム、シングルコレクションですね、これね。はい。はい、これですね。広げたらこんな感じ。DVD が確か1枚ついてた気がするけどな。PV がついてる。DVD ついてなかったかな、確か。だったような気がするけど。で、これ、イレイリレオさん。これ、グリーンですね。これ何やったかな？これよくわからんな。何の CD か。あ、矢井田瞳さんですね。はい。で、
で、これ AV ですね。これも80年代か90年代初期ぐらいの、前半ぐらいの AV の AV ですね。まあ、そんなエロくないからいいんですよね、まだこれは。で、これは HKT と氣志團のコラボシングルなんですけど、まあ、新品で買いましたね、当時、3枚。で、AKB 新聞ですね。で、これ、ラブクレッシェンドっていう、これ、SK48 のね、派生ユニットのシングルですね。で、これは、トリセツ。有名ですよね、この曲ね。西野カナさんの曲でも代表曲の一つじゃないかっていうぐらい有名な曲ですね。で、これは、AKB の、あれですね。パチンコ屋でしか売ってないシングルの第2弾。3番と18、これは8番。で、これも渡辺美由紀さんの NMB48 のソロシングルですね。で、これモーニング娘。です。この曲めっちゃいい曲ですよね。神曲だと思います。この14からね、モーニング娘。年号がつくようになったというね。だから今はモーニング娘。23になりますよね。14からですよ、確か。14から年号つくようになったんです。これ何やったかな？何の CD やったかな？忘れたな。なんかよくわからんな。忘れたな。で、これ、ね、日本マドンナっていうね、ガールズバンドなんですよね。のアルバムなんですよ。ちょっとエロいジャケットなんですけど。ちょっとね、ぶっ飛んでるんですよね、このバンドね。この辺もなんかアニメ系の、確かこれアニメ系の人ですよね。アニメシンガーソングライターか声優かちょっとどっちかわかんないですけど。この辺もそうですね。レインとか、レイか。これもそうですね。で、これ、青いエール。青いエールもアニメシンガーソングライターですからね。竹立愛菜さんと、これ声優ですよね。まあ、倉木麻衣さん。徳永英明さんと、エグザイルが、淳。この倉木麻衣さん、ポニーテールされてるんですよね。かなり燃えますね。で、これがその背表紙全部ね、見せたやつで。桃色クローバーか、さっきのあれ。これ。これ桃色クローバーですね。あ、これはやばい。今のはやばい。今のは AV ですからね。で、これは、あれですね。AKB のシングルです。新品で買ったやつですね。で、これが AKB の、まあ、ツタヤ限定の、CD、ライブ CD です。これが、ほんで、さっき、これあれですね。AKB のベストアルバムの、残りのタイプの、持ってないタイプのやつを、レンタルしたんですよ。買わずに。2タイプ、レンタルしました。入ってない曲、つか持ってない曲は、収録されたりするんで、そのために借りました。タイプ別によってね、入ってる曲違ったりするんですよ。これ AV ですね。やばいな。で、これが背表紙の、あれですね。CD ですね。で、これもそうですね。リサさんとか、岡村康之さんとか。これ、電波組でと、中川翔子さんのコラボですよね。翔子さんと電波組ね。これもなんか、トリプル A っぽいな。トリプル A ですね、これ多分ね。寝言というガールズバンドがいまして。これ、EXILE 翔子。結構 EXILE 系買ってたんですよね、昔は。で、これ、チューブのベストです。僕、チューブすごい好きで。ベストアルバムですね。580円とかそれぐらいで売ってた気がします。3枚組。じゃあ4枚組か、これ。4枚組ですね。これ、スピードですよね。エリヒロ。美和えり子さんと、島袋寛子さんですよね。これアニメ系ですよね。三森すず子さん。で、これメインですね。メインのこれ、アルバムですね。ベストアルバムみたいな感じだった気がするけどな。そうですね。2枚組ベストですね。
で、これ AKB 新聞。で、これが、藤田奈々さんって言ってね、AKB のメンバーなんですけど、じゃんけん大会で優勝して、ソロ、ね、その時のじゃんけん大会はね、優勝したらソロデビューできるっていうのがあって、その時に出したシングルです。はこれ何やったかな？これ何の CD かわからんな、これ。で、これゲームセンター CX の DVD ボックス。この時に10と20、10に、10、10と12か。10と12を買ったんですね。で、これ V ジャンプですね。この頃に V ジャンプ買うようになったんですよね、僕ね。これ、あれですけど、それ以前の V ジャンプをまとめて買ったという感じです。ドラゴンボールスーパー読むために買ったんですよ。ドラゴンボールスーパーの連載が、第1回の連載から、この2016年1月までに、の分をこれ買ったっていう感じですよね。1月までの連載された分をまとめて買ったんですけど、Amazon でね。全部読みたいってことで。まだ第1巻なかった時ですからね。ドラゴンボールスーパーのね。で、これ、ロックマン X5 の5ですね、これね。この時に買ったんですね。これ、再び買ったんですよ。1本目は友達に借りパクされちゃって、で、また買ったんですよね。で、これガンデックっていうね。ガンデックっていうゲームですね。ファミコンソフトですね。安かったと思います、これ。で、これクリームです。まあ、これぐらいだったらね、エロくないからいいんですよ。で、これは、TSUTAYA 限定の AKB のライブアルバムですね。これ、毎月、TSUTAYA でね、リリースされてたんで、この当時ね。で、これ、華原朋美さんのカバーアルバムですね。で、これ、電波組ですね。のシングル。で、V ジャンプ。これ、あれですね。また、10月号。これ2016年1月なんで、その前の年の2015年の10月号ってことだと思いますけど。これね。買ったんですよね。まとめて。これまだね、第1巻が発売されてない時なんで、やっぱ読みたくて、ドラゴンボールスーパーのね、その過去回の連載が読みたくて買ったんですよね、わざわざ。で、これがですね、さらに1年ぐらい前の、2014年ぐらいのやつなんですけど、復活の F の漫画版が、これ、収録されてまして、コミック化されてないんですよ。V ジャンプでしか読めないんですけど、まあ、かなり貴重なんですけど、そのために買ったんですよ。で、これ、ポパイの英語遊びですね。で、これは、外付けハードディスク。で、これ、スーパーエクスプレス殺人事件ね。この時に買ってますね。で、プーヤンですね。この時ファミコンソフト結構買ってましたね。まだ中華ゲーム機がね、知らなかった時期なんで、ちゃんとこうやってゲームソフト買ってた時なんですよ。この時はね。で、これ V ジャンプの、これ多分あれです。復活の F、ドラゴンボールの漫画が読めるやつだったと思います。書いてますね。漫画版ドラゴンボール Z 復活の F って書いてますね。これでしか読めないですからね。コミック化されてないんで。コミック化してほしいですよね。で、これが AKB DVD マガジンっていうね、DVD なんですけど。総選挙ですね、これ。総選挙の DVD です。第1回、第2回、第3回ですね。で、これ AKB 新聞です。で、これも AKB 新聞ですね。で、これ V ジャンプをまた買ったやつですね。この当時の。これ過去のやつでしょうね。過去のやつだと思いますけどね。連載のやつを読むために買ったっていう。これあれやな。あ、そうか。これこの時の V ジャンプですね。3月号。あれ、レシートがこれ、うちのドラッグストアなんで。
すごいな、レシート残ってるのがすごいな。この細谷さんっていう人は、今でもまだいますけど。で、これは、西野カナのアルバムかな？アルバムですね、これね。よく花子のベストアルバムと、キャリーパミュパミュのアルバム。これちょっとわかんないですよ、何か。何の CD か。いろいろ。中島美嘉。マリア。西口マリア。女優さんのね。これ、あれちゃうのかな。これ何やったかな。香田ゆめは。これちょっとよ誰かわかんないな。お、誰かな。大原櫻子さんかな。あ、これで見ればわかるか。竹川ありさか。滝川ありさですね。そうですね。で、水木奈々さんのシングル。はい。これ、プッチベスト9。まあ、ハロプロ系のね、アルバムですね。ベストアルバムですね。コナミア、クリスタル K と安室奈美恵さんのコラボのシングルですね。チャットモンチーですね。で、これ、何やったっけ？第5か。第5ですね。第5のシングルですね。で、これは後藤真希さんの、これアルバムだった気がするな。で、これは何だっけな。これ名前忘れたな。子役の、こんな、子役の、有名な子役のこのアルバムです、これ。大橋、何だっけ。のぞみ？大橋のぞみか。のシングル、あ、シングルじゃ、アルバムです。はい。で、ポピコっていう、これゲームミュージックのなんかあれですよね。アルバムですよね。はい。で、これ全部それを並べた。あ、大橋のぞみですね、やっぱりね。の CD です。で、これセガサターンとドリームキャストのね、本体を当時買ったやつですね。安かったんで。確かね、これ5000円ぐらいじゃなかったっけ？セガサターンもそんな3000円とかそんなんだったような気がします、当時。で、これ、シムシティはこのセガサターンの本体に入ってたんですね。はい。で、これ、安室奈美恵さんと、これ何やったか、Perfume か。で、これ、ラルク・アンシエルのシングル。これもシングルですよね。これ、アルバムだったと思いますけど、ね、違うか、これシングルやったっけ？どっちか忘れたな。で、小野エレナさんのこれ、アルバムですね。元 AKB のね。で、これは桜木千佳子さんっていうね、グラビアアイドルの、まあ、ドラマの、映画かな？映画かドラマかなんかの DVD ですね。ポニーテールしてるんですよね。で、これは、小野エレナさんのシングルで、これもさっき言ってた、桜木千佳子さんっていうね、グラビアアイドルの、まあ、ドラマというか映画というかね、の DVD です。この人すごいね、好みだったんですよね、この人ね。で、写真集も DVD もいっぱい持ってるんですよ。これまあ、アニメ系ですよね。これ、チャイでしょ。これはちょっとよくわかんないな。わかんないね。はい、これ AKB の蔦屋限定のライブアルバムですね。もう毎回借りてましたから、出るたびにね。で、これは NMB48 の劇場公演アルバムですね。これは確かレンタルだったと思いますけど、レンタルしたやつだと思います。この当時出てたやつなんですね。で、これ V ジャンプですね。この当時の V ジャンプですよね。で、AKB 新聞。で、これは DVD-R とブルーレイ。R ですね。で、これはイニシエーションラブっていう DVD なんですけど、これ、前田敦子さん主演の映画でしたね。しかもポニーテールされてるんですよね、これ。この話の中で。めちゃ燃えますよ。ずっと、いつもポニーテールしてるんですよ。はい。これ AV ですね。まあ、これぐらいならまだいいんですよ。制服だからそんなエロくないからね。
これも AV ですね。はい。で、これが、AKB のリクエストアワーの2012年の、これはあれですね。はい、DVD ボックスなんですけど、まあ、1000円か2000円ぐらいで売ってたというね、めっちゃ安かったんですよね。ここに書いてますけどね。で、これもそうです。これも AKB のリクエストアワーの2011年の DVD ボックスですね。はい、で、これ AKB の紅白対抗歌合戦というのはね、この当時毎年やってまして、はい、その DVD です。で、これも AKB の DVD ボックスリクエストアワーの2013年ですね。集めてたんですよね、この時ね。この頃ぐらいから AKB の DVD 買いまくってたというね、集め始めたって感じです。AKB の紅白対抗歌合戦第2回の DVD ですね。で、これが、何やったっけ、ゲスの極み乙女っていうバンドの、これ、シングルですね。はい。で、これ、板野友美さんと、これ、ディーバーと、ゴールデンボンバーと、バンプスの、これ、シングルですね。はい。生き物係、山崎葵さん、ガルニデリアのシングルですね。はい、サンボマスター。これマックスですね。はい、で、コトコ。アニメ系ですよね。これもアンニーか。はい、で、これ AV ですね。はい、これが一番今僕の中では、もう重宝しているというか、もう一番お世話になっているAV なんですけど、もうもろにポニーテールされているんで、これ3枚ともそうですけど、もろにポニーテールしてくれるんでね。はい。で、これは AKB の、リクエストアワーの2009年、2010年の DVD ボックスですね。これ AV ですね。まあまあまあ、これぐらいならまだいいか。まだね、まあ、これぐらいならまだいいですけどね。で、これは第3回の紅白対抗歌合戦の AKB の DVD ですね。で、これクリームですね。これぐらいならまだいいですよね。で、これは、TSUTAYA限定の AKB のライブアルバムですね。はい。これ、長渕剛さんの、富士山のね、ライブの、こう、まあ、ライブ CD ですね。ライブのアルバム。これ、レンタルですね。はい。レンタル版のやつです。借りました、これ。この時のね。はい、で、これは、君はメロディーっていう AKB のシングルです。これ10周年シングルなんですよね。だから、前田敦香さんとか、板野友美さんとかね、卒業した人も参加してるんですよね。篠田麻里子さんとか、大島優子さんとかね。はい。で、センターが、この宮脇桜です。はい。HKT の。はい、10周年記念シングルだったんですね、AKB の。新品で買いました。で、これもそうです。これ5枚やったっけ ?5 種類あるんやったっけ、多分5種類あったような気がします、これは。うん、で、これ AKB 新聞ですね。で、これがね、USB コントローラーなんですね。ファミコンカセット風の、ファミコンコントローラー風のね。はい。USB のコントローラー。これ中華ゲーム機でも使えるんで。すごい操作しやすいですね。AKB 紅白対抗歌合戦の4回と5回の DVD です。で、これボーイチャンプですね。で、これもリクエストアワー AKB の2014年の DVD ですね。で、これモーニング娘。15の、シングルです。で、給食倉庫ガイバー32巻です。で、これはドラゴンボール SD の4巻ですね。で、これは、新田恵美さんでいいのかな、声優だったと思うんですけど、のシングルです。で、これが、ドラゴンボールのクイズのね、本なんですよね。はい。結構面白かったですよね。で、これが、SK48 のシングルですね。チキンラインっていう。まあ、これ確か4枚とも新品で買ってます。はい。で、これが出ましたね。ドラゴンボールスーパー第1巻ですね。はい。ここでやっと発売されたという1巻が。はい。
もうもちろんもう速攻買いましたからね、発売日に。で、これ、平井堅さんのライブアルバムですね。はい、昔の曲いっぱい入ってて、はい、これレンタルで借りたんですよね。で、これも TSUTAYA 限定の AKB の、あれですね、ライブアルバムですね。で、これ、サイレントマジョリティ。あ、そうか。この時に出たのか。そういえば、欅坂46の、あれですね、デビューシングルですよね。これ、この時に新品で買ってるんですよ、これ、実はね。はい、3枚とも。この時あったな、そういえばな、2016年やったね。この1年後ぐらいに NGT48 がデビューするから、1年遅れでね。で、これが SK の、じゃあ AKB のこれ、アルバムなんですけど、これ友達からいただいたんですよ。うん、ボックスね、やつですけどね。DVD 付きの。で、これが乃木坂46と、これとこれもそうか。これ3枚とも友達からいただいたやつです。はい。で、これ、サイレントマジョリティはさっきのやつとは、これとはまた別バージョンの通常版ですね。DVD 付いてないバージョンです。はい。で、これがももクロと、これドラゴンボールの、あれですよね。復活の F やったかな？の、あれですよね。エンディングテーマだったような気がするけど。これもももクロですね。これもももクロ。これは布袋寅泰さんがプロデュースされたシングルです。これすごいかっこいい曲でしたね。布袋寅泰さん自身もライブで歌われてますけど。で、これグレイのベストアルバム。で、これ浜崎あゆみさんのアルバムです。これベストアルバムですね、こっちはね。で、これスキャンダルのアルバム。井上陽水さんのバラードベスト。で、ドリカムのベストですね。はい。で、福山雅治さんのベスト。安藤優子さんのアルバム。これベストって書いてますね。で、高橋優さんのアルバム。で、これはね、綾小路きみまろさんの アルバムなんですけど、これ、実はね、僕結構この人の話、ね、よく聞いてた時期がありまして。はい。これベストアルバムみたいなもんなんですけどね。名演を集めたやつですね。結構面白いですよね、この人の話ね。で、これ AV です。これさっき言ってた、桜木千佳子さんっていう、さっき言ったグラビアアイドルの、が一応 AV デビューしたんですよね。一応、まあこれちょっとエロいから、これ以上下見せられないから、こういう感じにしてるんですけど。一応買ってしまいました。一応 AV デビューしたんであれば、買ってみようかということで。僕はだいぶ好きなグラビアアイドルだったんでね。で、これは、トミー・フェブラリーのね、フェブリーか、これ。ブリリアントグリーンのボーカルの女性の、まあ、ソロプロジェクトですね。はい。これ DVD-R です。100枚組。で、これは、京都流の寺の殺人事件と、グレイのこれシングルですね。で、これは、柏木由紀さんの、まあ、ソロのライブですね。ライブ DVD ですね。で、これは HKT のシングルですね。これ新品で買っています。これも DVD ですね。イケリンの。イケリンのこれ。ファースト、セカンド、サードですね。ライブアルバム。はい、全部買ってます。アルバムじゃないわ。DVD です。で、これはね、デス・スイーパーっていう漫画なんですけど、まあ、特別清掃の漫画なんですよ。孤独死とかね、自殺とかされた人の家の掃除、特殊清掃をするっていう内容の漫画なんですよね。面白いですよ、結構。これ一時期ね、連載してる時に、雑誌連載されてる時にね、立ち読みして読んでたんですよ。毎月買わずに読みに行ったんですよ、コンビニに。で、コミック化されたから買ったんですよね、全巻。はい、これ全5巻なんですけどね。で、これ、HKT の、シングルですね。これ新品で買ってます。で、これがその3枚ね。全部揃ったやつです。はい、全部。で、これ AKB 新聞ですね。で、これ V ジャンプです。で、これは NMB48 のシングルですね。4枚ともこれ新品で買ってます。はい。で、これは AKB の2016年のリクエストアワーの DVD ですね。
これもそうです。2016年の DVD、2種類出たんですよ。はい、両方とも買いました。新品で。新品、そうだ、新品ですね、これ。で、これが AKB の蔦屋限定のライブアルバムですね。はい、これもう前全部借りてますからね。これはもうレンタル。で、これ氷室京介さんのベストアルバム。これを確かレンタルで借りたんだったと思います。これはあれですね、堀江優衣さんのアイスやったかな、アイスっていうグループですね。で、これプチミレディ、結城葵さんのね。はい。で、大橋、これ彩香さんかな、声優なのかな、のアルバムです。シングルですか。で、これクリーム、これはあれですよ、今のはビキニだから。はい。で、スケバンデカル3ですね。で、これ AKB の総選挙 の本ですね。はい、AKB 新聞。はい、ミヨンがポニーテールしてますね。いちごちゃんずなんですよ、これ3人。15期生なんで、いちごちゃんずなんですよ。いちご、15だからね。で、V ジャンプです。で、これドリーム5。ね、妖怪ウォッチのね、CD。と、これミワとイエイビデオさんの。シングルですね。で、ケラケラ。これ、生き物係にちょっと似てますよね、この3人組っていうとこはね。ATM レボリューションのこれ、アルバムだったかな、シングルか、これシングルですね。で、これ E-Girls ですね、これ2枚はね、シングルですね。これ、世界の終わりか。世界の終わり。シングル。アイコ。これ、まあ、アニメ系ですね。で、これも声優ですよね。田村ゆかりっていう、ね、はい、シングルですね。はい、ロボコップですね。ファミコンソフト。はい。で、これ NMB48 のシングルですね。はい。で、これ AV ですね。まあ、制服だからまだこれはそんなエロくないですけど。で、これ AKB のシングルですね。これも新品で買ってます。3枚。はい。翼はいらない。で、これが NMB48 のシングルです。これ、Don't Look Back はこれもさっきも出てきたんですけど、これとこれは、これあれですね、スペシャル版じゃない方の、通常版の方かな、スペシャル版の方も買ってるんですけどね、ライブ版がついてる、ライブ映像がついてるやつバージョンも買ってるんですけど、通常版の方ですね、これはね。で、これ AV ですね、これは。これはそんなエロくないからいいんですけどね。で、これは今までの CD の背表紙です。はい、これもそうですね。はい、ほんといろんな CD 昔買ってたんですよね。最近こんなには買わなくなりましたからね。はい。エミスティールのアルバムとエグザイルのベスト。で、フェイスっていうね、女性2人組のユニットですね、のアルバムです。はい、宇多田ヒカルさんのこれ、英語版のね、はい、全曲英語なんですよ、これのアルバムです。これ何やったかな。で、これはドリーム5ですよね、妖怪ウォッチの。これもなんかよくわかんないけど、先へ、光の先へって書いてある。で、これはゴールデンボンバーですね。で、これ青いエール。これ中森明菜の、これ確かあれですよね、シングルですね。朝倉大輔さんプロデュースのシングルだったと思います。これもあれですね。中森明菜さんですね。で、これ AKB の2009年のリクエストアワーの DVD ですね。はい。で、これは AKB のリクエストアワー2008年の最初の、一番最初のリクエストアワーの DVD です。これ結構高かったと思います、この当時。3000ぐらいしたような記憶あります。これは安かったんですけど、これ最初の初回のやつはめっちゃ高かったですね。3000円ぐらいしたんで。で、これはゲームボーイギャラリーですね。3、ゲームウォッチのね、名作を遊べるっていうやつです。で、これは AV ですね。はい。で、これも AV です。はい。これ AKB 新聞ですね。これも AKB 新聞なんですけど、これ裏が乃木坂46新聞になってるんですよね、これいつもね。はい、V ジャンプですね。
で、これは、龍が如く2のと、それの主題歌歌ってる矢沢永吉さんの CD です。はい、シングルですけどね。ちょうどセットで売ってたんですよね。で、これ、ブルーレイ R です。で、これ、SDN48 のシングルと、これはさっき言ってた、ニャーケービーツ、スネークパンダのシングル。これですよね。DVD 付きの方を買ったのかな？そんな気がしますけど。で、これは、小野エレナさんのシングルです。はい。で、これ、ドラゴンボールス、ジェノバース。これ、中古で買ったんですけど、2000円で売ってたんですよ、この当時。めっちゃ安かったんで。それ、なんで2000円かというと、そのお店が閉店するからってことで、閉店セールで安くで売ってたってやつですね。これ、まだ新しかったんですよ、当時ね。2015年発売なんで、この1年ぐらい前に出たやつが2000円ですからね。めっちゃ安いんですよ。僕が一応今持ってるドラゴンボールゲームで一番新しいゲームはこれだと思います。これ以降に出たのは持ってないですね。で、これもその閉店セールで買ったゲームなんですが、これ全部10円だったと思います。はい。プレステ。もう10円の PS ソフト全部買ったと思います。僕は買い占めました。はい。安すぎるんで。これ、布袋寅泰さんのね、やつで。これ、小室哲哉さんのですよね。これ全部そうです。これ全部10円だったですね。これ AV ですね。で、これも PS2 のソフトもなんか100円とかだったんですよね。だから結構買ってましたね。全部100円だったと思います。あ、100円じゃないか。もっと安かったか。50円だった気がします。はい。50円だったんだけど、100円じゃ買えないよ、買わないな、この辺は。50円だったから買ったんだと思います。はい。これも全部50円だったと思います。100円じゃだったら買わないですね、僕ね。50円だから買ったって感じですね。この辺も。これは AV なんですけどね。で、これも、そうですね。これ、PSP は全部300円だったんです。オール300円セールで、閉店セールでね。で、これ10円ですよね。これは50円くらいなんで。これグミですね。はい。この当時買いまくってグミ、買いまくって結局虫歯になりまくって治療が大変だったっていうね。そういう思い出があります。思い出というか苦い思い出ですね。はい。これは PS2 の。これは確かもうちょっと高かったと思います。100円ぐらいだったような気がしますけど。で、これは全部300円で売ってました。閉店セールで。全部対戦格闘ゲームですね。これも全部300円です。はい。これとこれは対戦格闘ですね。これはなんかパズルゲームみたいな。で、これドラゴンズマジックですね。スーパーファミコンの。はい。で、これはあれですね。クリームですね。はい。で、これ、冒険王ビートの DS 版ですね。これも結構安かったイメージありますけど。で、これ、あ、これも確か300円だった気がするな。で、この PSP もこれ全部300円ですね。閉店セールで。はい。で、これ PS2 の。これはまあ100円ぐらいだったような気がするけど。これも全部100円だったような気がします。で、これは Xbox の、これ僕ね、Xbox 360持ってないんですけど、買っちゃったっていうやつですね。安かったから。これ確か100円だったような気がしますね。で、これは全部10円の PS のね、ソフトは全部10円だったんですね。これも全部そうです。全部10円で売ってました。これまあディスクのみなんですけど。で、AKB 新聞です。で、これは TSUTAYA 限定の AKB のライブアルバムですね。レンタル限定ですね。で、これ乃木坂46のこれ、ファーストアルバムですね。これ確かレンタルですね。借りたやつですね。で、グミですね。グミ買いまくりですね。これ Amazon でグミね、ハリボーグミをまとめてこう、バケツで売ってたやつですね。これもそうです。これそうですね。こんな、これでもちっちゃいんですけどね、一個一個は。これ AV ですね。これも AV です。まあ、これはでも、神フェチ系なんですよ。神フェチ系 AV なんですよね。これティッシュがもらえるんですよね。配ってくれるんですよ、買った時に。AV ショップで。で、これ V ジャンプです。これ AV ですね。ああ、ちょっと待った。
そうか、グミまで行ったら一回止めなあかんかってんな。はい。忘れてた。一回戻った方がいいんですよ。こんなに戻ってまうねんな、でも。やっぱりな、これ、まさかこれね、動画で撮るとは思ってなかったから、AV 全部削除しといた方が良かったなって今考えたら思うな。見せるためにこうやってやるんだったら。こうやってね、めっちゃ来るんですよ。ほんとうざいぐらい LINE 誘ってくるんですよ。これは何でかっていうと、僕は Facebook のね、日本人がね、Facebook に交渉、友達交渉来たら僕全部受け入れるんですよ。ファンの人かもしれないと思ってね。だからこういうことになっちゃうんですよ。ほとんど女性なんですけど、これ。でも、女性が僕のね、ファンの人はいるわけがないんですよ。はい。だから僕の思い上がりすぎっていうのもあるんですけど。だから、そのせいでね、こういう、めんどくさいね、処理をしなきゃいけなくなっちゃったりって僕自身もね、愚かといえば愚かなんですよね。知らない人を全て受け入れたらダメなんですよ、本当はね。変なグループに入れられたりね、勝手にしたりするんで、めんどくさい処理が増えだった。そんな僕のファンいるわけがないんですよ。普通に現実的に考えればね。はい、ここでしたね。これちょっとやばかったな。あんまり良くなかったな。はい、ここから。はい、これ NMB のシングルです。これも新品で買ってますね。これもそうです。NMB のシングルですね。一回こうやって戻って、これ AV ですからね。やばいから。こうやって見ながらやらないしょうがないんですよ、もうここからは。これはね、欅坂46のシングルです。で、これ、バナナシェイクスっていう、グループの、バンドのアルバムですね。これは AV なんですよ。これ、バナナシェイクスの、これ、アルバム、ベストアルバムですね、これね。これはまあいいですけど、そんなエロくないから。で、これはまあ、サイレントサイレンのシングル。これは稲葉さんですね、ベースのシングル。エグザイルでしょ。川田真美さんのこれ、シングルですね。これ何やったかな？これ忘れたな。川田真美さん。エプリルシングか。で、これランアダプター。これあれですね、Wii の専用のやつですね。これで僕、Wii のネットつないで、バーチャルコンソールを買おうかなと思ってたんで、それで買ったんですよ。この時まだ中華ゲーム機がまだ知らなかった時なんで、そういう考え方がまだ純粋だったんですよね。はい。これ AV なんですけど、これ一応、まあこれはそんなエロくないからいいと思うんですけどね。ポニーテールの、女の子ばかりの AV ですね。これ外付けハードディスクですね。で、これ SKE じゃなくて SKE か。SKE48 のこれ、シングルですね。これ新品で買ってます。これ、まだしばらく大丈夫やな。で、これはもう AKB、これ SKE のシングルと、これなんかよくわからんな。何やろ。電波組か、これ。これは何やったっけ？これあれですね。E ガールズの、センターの金髪の子のソロですね。で、安室奈美恵さんでしょ。で、これ、キャミーパミパミでしょ。これ、これとこれ。あ、これは、なんでや、ねんねんは、これ。あれですね、浜ちゃんですよね、ダウンタウンの。ありましたね、これ。何やったっけ。よくこれ受け入れましたね、この人ね、浜ちゃんね。あ、浜田バミュバミュか。
で、V ジャンプですね。で、これ AKB 新聞ですね。これ松岡花さん、ポニーテールしてますね。はい、AKB 新聞です。で、これ、ロックマン04ですね。この時に買ったんですね。はい。で、ちょっと、まあ、これ AV ですけど、これも AV ですね。これ、ロックマン03。で、これ AV でしょ。これが AKB のシングル、ラブトリップ。指原さんがセンターの総選挙でね、1位になった曲と時のシングルです。これ新品で買ってますね。5タイプありました。はい。で、これが、これも CD ですね。これ、桑田佳祐、E-Girls、ミワ、フラワーですね。E-Girls 系ですね。で、これ AKB 総選挙のあれです本ですね。はい。まだしばらく、あ、でも全然大丈夫じゃないな。で、これが HKT のシングルですね。これも新品で買ってますね。これはクリームです。クリームはまだいいんですけど、この次はこれがやばいですね。で、これも CD ですね。買ってます。この時めっちゃ CD 買ってたなぁ。はい。で、これがそれ全部そうですね。これ、SKE の松井玲奈さんのソロですね。はい。この辺は声優系だと思います。はい。チャランポランタン。花岡夏実。はい。滝川ありさ。ブレイカーズ。これ、大悟のバンドですよね。エブリトルシング、はい、まあ、よくわからんのも買ってるけど、はい、スキャンダル、レンカ、はい、で、これがね、こち亀の最終回の確かあれですよね、ジャンプですかね、だから買ったんですよ。こち亀の最終回が読めるジャンプです。で、これがこち亀200巻。同時発売だったらしいですね。当時のそのジャンプと。はい。でもまた、こち亀始まってるらしいですね。なんか最近知ったんですけどね。はい。なんか、201巻があるらしいという、聞いたんで。ちょっと連載されたらしいですけど、また。で、これ AKB 新聞。で、これが V ジャンプですね。で、これがロックマン X7 と X8 の攻略本です。で、これもロックマン X6 と X7 の攻略本。この時プレイしてましたからね。実況プレイでめっちゃやってましたからね。で、ロックマン X2 とソウルイレイザー、ゲームボーイカラー版とロックマン04の攻略本ですね。この時やってましたからね。で、これ AV なんですよ。これも AV です。で、これが、AKB 新聞。ん？あ、新聞か。これ新聞ですね。DVD って書いてるから一緒に DVD かなと思いますが。あ、これ DVD か。DVD ですね。うん、これ DVD ですね。はい。で、これがそれです。で、これが、ツタヤ限定の AKB のアルバムですね。レンタルしたやつで。これもそうですね。ツタヤ限定の AKB の CD。これもツタヤ限定の AKB の CD です。これもツタヤ限定の AKB の CD。これもそうです。もう全部借りてるんですよ、とにかく。で、これ藤巻亮太さん。レミオロメンのボーカルの方ですね。ソロですね。スキャンダルですね。スキャンダルのシングル。で、これがね、AKB のグループ全公演っていう、劇場公演の DVD ボックス。10枚組ぐらいじゃなかったっけ、これ。あ、これですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23枚組です。これで確か5000円とか3000円とか、そんなに高くなかったんですよね。はい。安いんですよ。たまりませんよ。全部見れますから、劇場公演が。で、これ、プリペイドカードですね。
バーチャルコンソール買うために買ったんです、当時。Wii のね、ネットつないで。はい。で、これ AKB シンボル。で、V ジャンプですね。で、これはグレイと西野カナさんのシングル。はい、ゲームセンター CX、有野の挑戦状の攻略本です。ワン、ツーのね。これ何やったっけ？わからんな。何の、これスキマスイッチですね。これ、あれか。ドリームですね、多分。e-girls 系の。アリフィアサーガーのアイドルグループのね、シングルと、ブレイカーズ第5のバンドですね。これ何やったかな？アラミ、川田真美ね。川田真美のシングルですね。で、これ、板野友美と渡辺真由さんのシングル。これ AKB ですね。AKB のシングルですね。涙サプライズじゃなかったっけ、これ。確か。で、これ、チームドラゴンですよね。これ、前もあったな。これ、平井堅さんのシングルですね。で、あ、そっか、これ、涙サプライズ。そうそう、これ、あれか。オノエレナのソロ曲が入ってるから買ったんですね。はい、これ。うん、同じやつですけど。で、これ AKB のなんかコントのこれ DVD ですよね。これ安かったから買ったんですよね。まだ大丈夫やな。あと2枚大丈夫か。で、これは、声優のユニットみたいな感じですよね。で、大原櫻子さんのシングル。ラポンポン。新山しおりさんのシングルですね。で、こっから AV ですよね。これ AV です。これも AV。で、これが、美和さんのシングルです。で、これが、外付けハードディスクですね。で、これが AV ですね。AV。これクリームか。ちょっとエロいけど、これは。で、これクリーム。これ AV ですよ。で、これドラゴンズレアですね。これ。確かね、7000円ぐらいで買ったんですよね。で、これ、この時ですね。ニンテンドークラシックミニ、発売日に買いに来ました。そっか、2016年11月10日なんよね。なんですね。で、冒険王ビート13巻。これ確か10年ぶりぐらいの発売だったと思います。この新しい巻。12巻が10年ぐらい前で。で、これ SD カード32ギガのやつ買ったんですね。で、これが、AKB のシングルですね。新品で買いました。ハイテンション。で、これが、乃木坂46と、ラルク・アンシエルのシングルですね。で、これ、ハイテンション、同じく、これね。新品で買ったやつです。タイプ A ですね。これも5タイプですね。5タイプあったんですね。これとこれですからね。で、これが、藤崎健一さんの DVD ですね、これ。元クレイズっていう僕が大好きなバンドのボーカルなんですけど、ビジュアル系バンドのね、のソロです。ソロの DVD です。これもそうです。これ裏の曲目ですね。で、これ AKB 新聞です。これも AKB 新聞ですね。これまあ裏の乃木坂新聞で。で、これ V ジャンプですね。これ、この時に6枚もついてたんですよね。カード。スーパードラゴンボールヒーローズカードがね、6枚ついてて嬉しかったですね。これ AV です。AV。で、これ2人セゾンね、欅坂46のシングルです。これ新品で確かこれも買ってます。で、これ AV でしょ。で、これ、ザードの酒井泉さんの本なんですけど、これ母親が読みたいって言ってたんで、ネットで買ったんですよ。母親も大ファンなんで、ザードの酒井泉さん大ファンなんで、まあ、本が欲しいって言うから、一応母親のために買った本です。で、これ2人セゾンね。これも新品で買ったやつですね。
欅坂46。一番好きな曲ですね、個人的に。欅坂46のシングルで一番好きです。これ。3枚全部買いましたね。で、これは、三つ子感覚っていう、あれですね。映画ですね。初音ゆり子さん、僕すごい好きだったんですけど、はい。初音ゆり子さん主演の映画ですね。しかも、ポニーテールされてるっていう。この時まだ、この時30代ですよね。はい。30代前半ぐらいだったと思いますけど。はい。で、ドラゴンボールスーパー第2巻ですね。はい。で、これが、小倉優衣さんとか、鈴木好美さんとかの CD ですね。はい、で、これ AV です。この時もう AV 買いまくりだったんですよ。これも AV、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 AV。で、これがね、パソコンの、あれです、なんていうのかな、印刷機ですね。中古で買ったんですよね。でもすぐ売っちゃいましたけど、結局必要なくなって、あんまり使わないなってことになって売っちゃったんですよ。はい。で、これ、山本さやかさんの、アルバムです。はい。で、これが高橋みなみさんのアルバムですね。はい。で、これが高野宏さんのアルバムです。これなんであれ載せてるかっていうと、これも高野宏さんのアルバム。これダウンロードしたんですよ。音源を。だから一応 CD は実物は持ってないんですけど、これとこれは買いましたけど、だいぶ後で。この時はまだ持ってない時で、音源だけダウンロードしたから一応持ってるっていう意味で載せたんですよ、ここにね。これ AV です。はい。で、これがね、ゲームソフトなんですけどね。はい。何やったっけ？これな、AV だからアップするとやばいからやめときたい、やめとこうと思うんですけど。はい。あれですよ。海水浴のスポーツのゲームですね。で、これが中村徹さんのアルバムです。歌はね、歌唱力はあんまりうまくないんですけどね、歌声が好きでアルバム買っちゃいました。はい。この人の歌声なんか独特で好きなんですよね。歌あんまりうまくないんですけどね。歌唱力はちょっと低いんですけど。V ジャンプでしょ。で、これ AKB 新聞ですね。で、これ CD ですね。これフローとリファさんの CD です。1本目のアルバムなかなか終わんないな。で、これアップビートっていう僕が好きなロックバンドのアルバムです。これ確かベストアルバムですね。で、これ AKB のさっきあった劇場公演が全部見れるって言ってた DVD の第2弾です。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。21枚入ってますね。これ第2弾の方ですね。これもそんな高くなかったですね。5000円とかそれぐらいで。これとこれそうですね。まさにこれ。1がこれ、これが2ですね。はい。これ両方で1万円もしなかったと思いますからね。安かったですよね。で、これ AV ですね。で、これが NMB48 のシングルです。新品で買ってますね。で、これは、逆さだかって言って、じゃんけんみん。これ AKB のじゃんけん大会で優勝したら、こういうユニットで歌がデビューできるっていうのでシングルが出たっていうやつですね。これ新品で買ってますね。はい。で、これは、その、裏面なんですけど、はい、同じ CD の、はい。で、じゃんけん大会の第2位の子たちっていう感じですね。カップリングに入れてもらえると第2位は。で、これはクリームなんですけど、ちょっとエロいよな。これは100均で買った、あれですね、充電ケーブル。はい。で、これ、Mac のパソコンですね。はい。この時にネットで買った、これ確か2008年製ぐらいの Mac だったと思います。安かったから、1万か2万か、2万ぐらいで買ってたんかな。で、これがネトロフリークです。この時に買ったんですよね。はい。ネトロフリークです。いや、すごいっすね。まだ未開封ですよ。はい。
これはね。あ、そうか。ああ、そうやね、そうやね。買ったやつですよね。そうそう、そうですね。で、これが AKB のアルバムですね。サムネイルっていうアルバムです。で、これが、そうか。で、これ、ルナシーの、これシングルだったと思いますね。何やったっけ？三森すず子って書いてますね。声優ですね。で、これ平井堅さんのシングルです。で、これ V ジャンプですね。で、これ AKB 新聞ですね。で、これ AKB のまあさっき言ったサムネイルってアルバムのもう一枚の方ですね。タイプ別2タイプあったと思うんで。はい、2タイプとも買ってます。新品で。これレイですね。レイの。シングル、シングルです。古崎真音さんですね、2枚とも。で、蒼井エイルさんのシングルです。この方ね、去年亡くなってますからね、信じられないですけど、病気かなんかで。で、これ AKB 新聞と V ジャンプですね。はい。もう毎月買ってたものって、この当時は V ジャンプと AKB 新聞も毎月買ってましたね。で、これが HKT48 のシングルですね。これ新品で。あ、そうか。この時はもう新品じゃなかったな。中古で Amazon で注文して買ってましたね。この時ぐらいから。もう新品で買うとちょっと高いからってことで、この時ぐらいから中古で買うようになりましたね。はい。だからここまでかな。これ以前は新品で買ってるんですけど、これとかは。ここからですね。ここからも中古ですね。はい。これ AKB の、ライブの DVD ボックス。これも AKB の前田敦子の卒業宣言した時の DVD、ライブの DVD ボックスです。はい。これも AKB の DVD ボックス。もうこの時ぐらいからもう AKB の DVD 買いまくってましたから。で、とんねるずの皆さんのおかげでした。の全裸オープンね、この企画すごい好きで、で、よく見てたんですけど、DVD 化されたんで買ったっていう。うん、あら、AV で出てこないか。で、これも AKB の DVD ボックスです、ライブの。で、これ全楽オープンのもう一枚と、これも AKB の DVD ボックスですね。はい、クラリスのこれ。シングルかな？これ何やったかな？これあれか。E-Girls、アミ、じゃあ、そうやね。E-Girls アミのソロシングルですね。ドリームアミか。ドリームアミ。川田真美と内田マレー。マレーかな。声優ですよね。こっちは。この CD、シングルです。で、これも、これ AKB のこれ総選挙のね、一応、DVD なんですよ、これ。これ見た感じ、総選挙のタイトルじゃないんですけど、一応これ総選挙の DVD ですね。第5回ぐらいの時の。で、これも AKB の、DVD ボックスですね。12枚組？ 1、2、3、4、5、6、8、16枚組や。うん。でも安いんですよ、これ。めっちゃそんな高くなかったんですよね。1000円か2000円か、すごい安かったですよね。で、これもそうですね、AKB の。これ、東京ドームの時ですね。前田敦子の卒業コンサートの時の、DVD ですね。このコンサートすごい印象的だったですね。すごいライブだったですね。何回も見ましたもん、これ。で、これ AKB の、これも AKB のね、ライブ DVD ボックスですね。これも AKB の DVD ボックスです。もう安かったから買いまくってます、この時は。1000円、2000円で売ってたやつ、AKB の DVD 片っ端から買ってましたね。はい、これもそうです。AKB の DVD ボックスです。で、これが AKB の紅白対抗歌合戦第6回の DVD。この時新しかったやつですね。新品で買ってます。で、これも AKB の DVD ボックスですね。これ、小野エレナの卒業セレモニーが入ってるやつですね、確か。で、クリームですね。はい、ちょっとやばくなってきたんで、一回ちょっと引きます。そうですね。あ、これはでも AV じゃないんですけど、すごくちょっとやでもエロいからやめとくか。これね、サイン付きなんですよ。
DVD、グラビアアイドルの DVD なんですけど、はい、サイン付きで。未開封って書いてます。これラッキーですよ。これ1000円ぐらいで売ってたんで。未開封でサイン付きで、ね、生写真付きですからね。で、コスモジェネシスと、ダウンタウン熱血行進曲、324円は安いですね。テトリスデラックスですね。で、これ DS ですね。3DS のモンスターハンター4と、大人の常識力、もっと大きくある大人の DS トレーニング。これ100円で売ってたんですよね。これは PSP ですね。これも100円です、両方とも。はい。あとしばらく大丈夫か。しばらく大丈夫そうやな。はい。で、これが後藤真希さんと、これ AKB のシングルですね。後藤真希さんのこれ DVD ですね。はい。これもハロプロ系の、そうですね、DVD。100円安いから買ってましたね。で、これ AKB のシングルですね。シュートサイン。これは新品じゃなかったですね。中古で買ってます。はい。発売当時でも中古だとちょっと安かったんですよ。みんな靴券とかね、だけ抜き出して、中古で売る人多かったんで、この当時。だから割と安くで買えたんですよね。新しいシングルでもね。だからもう、この辺から中古で買ってます。はい。AKB 新聞。で、これも中途サインのさっきのね、やつのシングル、中古で買ったやつです。で、これが AKB のまたこれ。これあれですね、川栄李奈の卒業コンサートですね、と倉持明日香の卒業公演が入っている DVD ボックスですね。はい。これは新品じゃないけど、割と高かったと思いますね。割高で買って、結構、この当時はまだ新しかったんで、割と高かったと思います。これ、外付けハードディスクですね。これ、DVD-R です。100枚組。で、これまたシュートサインの、これシングルですね。中古で買ったやつ。で、これは AKB のライブの DVD ですね。V ジャンプ。これ 3DS と DS 入れるケースですね。これ、100均かなんかで買ったやつですね。で、これね、探偵神宮寺三郎アーリーコレクションで、ファミコン版4作がこれでプレイできるってやつですね。これめっちゃ安かった。300円とかそんなのやつなんですか。Amazon で売ってたんですよね。で、これ、TM ネットワークザ、ライブインパワーボールの、ね、ファミコンソフトですね。はい。これ殺意の回想。これ箱付きで280円とかそんなのだったんですよね。これ、この値段じゃないんですけど。これを取った値段です。280円だったんですよ。これ箱付きで、説明書付きでね。安かったですね。CDR ですね、これ。はい。で、これが、欅坂46の不協和音。これは新品で買ってましたね。うん。これなぜか新品で買いましたね。でも、そんなに好きじゃない曲でしたけど、結局は。はい。あ、でも、そうか、中古か。中古ですね。これたまたま、これ、未開封のやつが、中古で当たったっていうやつでしたね。でも、握手券はしっかり抜かれてるんですけどね。はい。これも、そう、中古ですね。うん、中古ですね。この時はもう中古で買ってましたよ。もう新品では買わなかったですもん、この頃はもうね。うん、で、これが、記念すべき NGT48 のデビューシングルです。この時ですね。2017年4月だから。欅坂のちょうど1年後にデビューしてますからね。はい。もう、これも中古で買ってますね。3枚とも。で、これが AKB の、パチンコ屋のシングル。これ、劇場公演のアルバムですね。AKB の。はい、で、これがね、坂本教授さんっていうゲームミュージックを作曲する方、演奏もできるんですけど、の CD、アルバムですね。で、これは藤原さくらさんのシングル。はい、これは誰だったかな、なんか忘れたな。これ、イエローモンキーのシングルですね。復活した時のあれですね。はい。で、これ、AKB の衣装図鑑ですね。まあ、本ですね。はい。これ、めっちゃ人気があったらしくて、やたら売れたらしいですよ、この本。衣装図鑑。で、これ、チーム8、AKB のチーム8の、まあ、3周年の本ですね。
で、これ SK48 のセカンドアルバムですね。はい。革命農家。はい。これ AKB 新聞ですね。そろそろ戻るか。まだ大丈夫か。でもそろそろやばいね。で、これは大島優子の卒業コンサートの DVD ボックスですね。で、これがね、MT に次ぐっていう劇場公演の、AKB のね、劇場公演の DVD ですね。これ結構今高いんですよね。この当時これ新品で買いましたけど、い。V ジャンプですね。で、これ、ガーフィールドの一週間、ともえるお兄さんのハミコンソフトですね。で、これは AKB グループ研究生コンサートですね。の DVD です。で、これ白黒つけようじゃないか。AKB の DVD ボックスです。はい。ここでそろそろ戻った方がいいですね。はい。これ AV なんで。で、クリームでしょ。これ AKB のグループ、大組閣祭りっていうね、のがあったんですけど、まあ、クラス替えですね、チームの。それの DVD です。クラス替えイベント。はい。で、これ AV ですね。AV。で、これ AKB 総選挙の、本ですね。で、これがジョジョのこれね、カバーアルバムなんですけど、これ母親がジョジョ好きなんですよ。母親のために買ったんですけど、これ、しかも、母親が好きな曲ばっかりなんで、これカバーなんですよね。だから買ってあげたんですよ、母親に。はい。母の日かなんかのプレゼントだったと思います。で、これが V ジャンプですね。で、AKB 新聞。で、これはね、元 AKB の森川彩香っていう子がいたんですけど、その子が主演の映画です。教科書にない。たまらないですよ。ポニーテールしている上にブルマ姿まで見れますからね。で、これが、アスカの、これ、ちょうどアスカが復帰した時のアルバムなんですよね。で、これ、華原朋美さんのカバーアルバム。これ、ミスチルのシングルと、これ、クラリスですね。これ、確かこれはレンタルだったと思います。この2枚はレンタルしたんだったと思います。これとこれで買いましたけど。で、これも、あれですね、元 AKB の、この、有坂春菜主演の映画ですね、これ。甘口ナイトっていう。これちょっとこう、18禁映画というか、あれですね。で、これは AV なんですけどね。で、これは、NMB48 の渡辺美由紀の、あれですね、卒業コ、アルバム、卒業コンサート、DVD ですけど、これディスクのみだったんですよね。はい。まあでもまあいいんですけどね。パッケージなしだったんですけど、安かったんで。で、これが AKB のシングルです。願い事の持ち腐れっていうね。あ、しまった。あ、いいかいか。で、ドラゴンボールスーパーの第3巻です。この辺ちょっと英語多いからね、気をつけなきゃいけないですね。で、これ AKB のシングルですね。一回か戻った方がいい、この辺は。AV。で、これ、スーパードラゴンボールヒーローズ1巻です。はい。これ、鳥羽明さんの絵じゃないんですけど、まあ、割と似てるんで、一応読めるなっていう感じです。これ、AV。で、AKB 新聞ですね。で、これ、V ジャンプでしょ。まだ1本目、長いな、偉い。で、これは AKB のリクエストアワー2017年ですね。この時に出たやつですね。で、これ、まだ大丈夫か。で、これも AKB の、2010、あ、そこ SKE か、これ。SKE のリクエストアワーの2014年の DVD ボックスですね。で、これも SKE の、2012年の DVD ボックス。で、これも SKE の2012年の DVD ボックスです。これもそうですね。ライブのリクエストアワーのやつですね。はい。これもそうですね。2011年の、
NHK のリクエストアワー。で、これは NMB48 のリクエストアワー、2015年の DVD ボックスです。で、これ SKE のリクエストアワー、2010年 DVD ボックス。で、これも NMB48 の2013年のリクエストアワーのこれ、ブルーレイですね。なぜかこれはブルーレイしか出てないという。これクリームです。ちょっとエロいからやめときますけど。で、これが AK ビックリマンですね。はい。この時は3つだけ買ったんですよね。で、入ってたのがこの3枚ということで。で、これまあお菓子です。この時に買ったお菓子です。はい、で、これ矢沢永吉さんのベストアルバム。これレンタルしましたね。はい、これレンタルです。レンタルで借りて、PC と SD カードに落としました。で、これも、あ、そうか、これもそうか。また AK ビックリマン買ったやつですね。ユケリンが出ました。はい。で、これが AKB じゃないな。これ SKE のシングルですね。意外にマンゴーっていう。はい。で、これ AKB 新聞ですね。何？なんか、写真が出てたな。何がこれ？分からんけど。うん。AKB 新聞です。で、これが AKB の総選挙祝賀会っていうね、総選挙のお礼のコンサートみたいなね、感じですね。ランクイン、ランク外のメンバーのコンサート。DVD ボックスです。これもそうです。これはね、ランクイン、これは祝賀会はランクインできたメンバーのコンサートで、AKB、総選挙の。こっちがランクインできなかったメンバーの、あれですね、コンサートです。はい、これ一応、これ確か全部、ボックスなんで、はい。2種類出てるわけじゃないんですよね、これ。確か。これだから、10枚組ってことなんですよ。うん。はい。これは V ジャンプですね。こんなにカードついてたんですよね。はい。で、これは AKB10 周年の劇場公演ですね。の DVD です。はい。スキャンダルと、彩香さんのこれアルバムかな？これカバンアルバムですね。E-Girls のこれアルバムだったと思います。はい。で、これ、岡須賀ジーのミスチルのどんなコラボですね、これ。はい、西野カナさんとエグザイル、はい、騎士団ですね。ああ、これ AV ですね。まあそんなにエロくないけど、やめといた方がいいんで。はい、で、これは柏木由紀さん、ゆきりんのソロコンサートの DVD です。はい、で、これが NGT48 のこれブルーレイだったと思うんですけど、確か。違うな、DVD ですね。はい。これ、ファースト DVD なんですよね。1周年の。劇場公演とコンサートが入ってるっていう。で、これ、次 AV なのでやばいんですよ。で、これが、HKT48 のシングルですね。これ、ちょっと、親戚のおばちゃんにもらったお菓子です。で、AV、AV。で、これが、AKB の総選挙の本ですね。はい。で、これ AKB 新聞ですね。で、これが小島春菜さんの卒業コンサートの DVD ボックスです。はい、で、V ジャンプでしょ。で、これが高橋みなみさんの卒業コンサートの DVD ですね。で、これイタリアン。これね、新潟の名産の、なんていうのかな、フード、なんかね、なんていうのかな、お店があるんですよ。三日月っていうね、イタリアンって言うんですけど、これ。新潟の名産なんですけど、NGT48 の番組でやってたんで、めちゃめちゃ美味しいっていうのを聞いてたんで、ちょっと Amazon で注文してみたんですよ。確かに美味しかったんですけどね。はい。一回だけ買って食べてみたっていうやつですね。食品なんで、めっちゃ送料高いんですよ。740円もするんですよ。
だからもうこれ一回きりでやめましたけどね。で、これがもうこっからですね、記念すべき中華ゲーム機が僕が初めて買った中華ゲーム機がこれになります。いや、こっから始まったんですよね、僕の中華ゲーム機の歴史が。もう大歓喜しました。これ600タイトル入ってるんで、ファミコン。名作いっぱい入ってましたからね。こっから中華ゲーム機出てきましたね、やっと。で、これ AKB のね、一応シングルで好きなんだっていうね。指原莉乃さんセンターの、ね、総選挙1位になった時のシングルですね。これもそうです。5枚組というか5枚、5タイプですね。で、これがクリームですけど、ちょっとエロいんでやめときます。で、これ AV ですね。で、これが、偽ファミコン互換機ですね。中華ゲーム機のね。で、これが AV なんで。AV ですよ。で、これ V ジャンプですね。で、これ AV で、AV。で、これはときめきメモリアル4と、これ、あれですよね。ファンタジースターオンラインかなんかのやつですよね。で、これドラゴンボールのこれ、DS ですよね。遥かなる悟空伝説。で、これ、なぜかね、これあれですよね、写真が見れるあれですよね、これ、なんで買ったのかなっていう感じです。まあ、安かったから買ったんですけど、もう売っちゃいましたけどね。これですね、遥かなる悟空伝説。DS。で、これも中華ゲーム機の X6 ですね、これね。ゲームボーイアドバンス互換機ですね。100タイトル入ってるんですよ。ゲームボーイアドバンスがね。で、これが X6 ですね。これは3000タイトルゲームソフトが入ってる SD カードが付いてまして、この SD カードはレトロフリークにそのまま入れればプレイできるんでね。非常に重宝しました。で、ゲームアドバンス互換機、さっき言った X6 と内容同じなんですけど、これは。さあ、プラス SD カードが付いてたっていうやつですね。こっちの X6 は SD カード付いてないんですよ。中にゲームアドバンスが100タイトル入っているだけだったんですけど。まあ、それでも十分すごいんですけどね。これ、ももクロですね。ももクロのシングルです。セーラームーンの、あれですね、主題歌です。で、これが、白エビ紀行っていう、この NGT の番組でやってたんで、買ってみたんですよ。あれで、Amazon で注文して買ってみたんですけど、めっちゃびっくりするぐらい美味しいです、これ。これね、この番組でやった、新潟フレンドっていうね、番組でやってたんで、この女の子がそれをね、番組の中でね、紹介してくれたんですよね。加藤みなみさんって言って、NGT の人気メンバーですけど。これ AV と V ジャンプもありますけどね。これが AKB 新聞ですね。で、これがレトロビットジェネレーションですね。レトロビットジェネレーションが出てきましたね。外国版と日本版両方同時に買いました。日本版がね、3000円ぐらいで、外国版6000円ぐらいしたんですよ。送料込みで。だから倍ぐらい違うんですよ、値段が。で、これ CD ですね。ゴールデンボンバーのベストとか、スピッツとかね、大塚愛さん、TM レボリューションとかね。まあ、いろいろ買いました。これ AV です。で、ドラゴンボールスーパー。1巻、2巻、3巻ですね。これ、当時の店長にプレゼントするために買ったんだったと思います。ドラゴンボール好きな人がいたんですけど、ドラゴンボールスーパー読んだことないっていうから、買ってあげてプレゼントしました、僕は。で、これ、こち亀の、あれですね、これ確かもらったんですよね、人から。で、これ、AKB のユニット祭りっていうね、DVD です。で、これ、スーパーファミコンミニ出てきました。ついに。発売日ではなかったんですけど、
1ヶ月遅れぐらいで確か買ったんだったと思います。で、これ、NGT じゃなくて、欅坂46のシングルですね。これはね。これも、欅坂46のシングル。こっから男装みたいな衣装になっちゃったんですよね。これもそうですね。欅坂のシングルです。で、これが、ドラゴンボールスーパーの4巻と、このドラゴンボール、転生したらヤムチャだった剣っていう。これ面白かったですね、この漫画。で、これクリームですね。ちょっとエロいからやめときますけど。で、これが、ファミ通ウェブ DVD と、キングデサブローの PS と PS2 と、これ、SD ガンダム GX と、ポケモン、メイドインワリオ、GBA のね。で、これはブレイブルーと F1 レースと、ザ・バトル、ガンダム W。で、これ AKB の、シングルですね。これ AV ですね。で、これ AKB 新聞ですね。で、これ V ジャンプですね。長いなぁ。まだまだあるなぁ。で、これドリームアーミーのシングルですね。親帰ってきちゃったなぁ。そろそろ今日は終わりですね。また次回続きって感じで。これ AKB のシングルですね。11月のアンクレット。これもそうですね。11月のアンクレット。これ NMB のこれアルバムです。サードアルバムかな。で、これ最強ジャンプですね。これは付録ですね。で、これロックマン X8 とファイアーエムブレム聖戦の系譜、この時に買いましたね。で、これPSP3 ストリームスステーションというメガドライブ互換機ですね。この時に買いました。親帰ってきちゃったから、これで終わりですね、今日はね。じゃあ、次、こっから見ていきたいと思いますね。次回、第3回。まだまだあるな、おい。えらい長いな。これ、5回か6回ぐらいまで行くかもしれないな、これ。とりあえずここまでで終わってるんですけど、もう一枚アルバムあるんで、同じぐらいの量でまだ。6回ぐらいかかるな、これ、多分。で、次はね、ここのメタルギアソリッドから次やりたいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。YouTube、ニコニコ動画のチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。